トロペツの紋章、トロペツは、ロシアのトベリ州西部の都市。州都、トベリから、西へ 330km のバール大丘陵西部に、位置し、西ドビナ川の右支流、トロパ川が、ソロメノ湖に流入する地点にある。人口は14,600人。1907年に開通したボロゴエオスタシコフ、アンドレアポリトロペツベリー系ルー機関の、鉄道沿線にある。 またモスクワからベリーキエルキを経て、ラトビア国境に至るロシア連邦道路 M9 は 20km 南のスタラヤトロッパを通る。町の名はトロッパ川に由来する。トロッパはロシア語で川の速い流れを表し、特にこの川が西ドビナ川に交流する地点での速さに由来する。街の古いレンガ造りの聖堂には聖ニコライ聖堂火山の生真女聖堂。 千恶樹荒井洋安聖堂などがある。元初年代記のイパチー写本では、1074年の城でトロッペツの名が言及される。これが記録におけるトロッペツの名の書出である。トロッペツは当時スモレンスク公国に属していた。1167年までにはトロッペツも大きくなり、独自の公国の首都となった。歴代のトロッペツ公の中でも有名な人物は、 モンゴル襲来以前のロシアでも有力な武将であったムスティスラフ・ムスティスラビチで、その孫、アレクサンドル・ネフスキーは、ポロックのアレクサンドラとの結婚式をトロペツで挙げた。15世紀半ば、トロペツは、西方の大国リトアニア大公国の支配下に置かれたが、リトアニアは、カルーガ西方で1503年に起こったベドロシャ側の戦いで大敗し、 イヴァン三世のモスクワ大公国に対してトロペツも含む広大な領土を割上した。トロペツはロシア西方の国境交易と防衛の拠点、かつて工芸の中心となっている。17世紀初頭の大動乱期にはポーランドとの戦いでポーランド軍による略奪を受けた。1708年にはトロペツはインメルマンランド県の南部の都市であったが、1777年には プスコフ県の一部になった。1907年の鉄道開通で、トロペツは、周囲の森林から出る木材取引の中心となった。1917年10月30日には、トロペツに、ソビエトが確立された。1935年には、カリー人衆の一部となった。1941年8月29日には、モスクワへ進撃するドイツ国防軍に占領されたが、 ソ連軍のトロペツホルム構成により1942年1月21日に解放された。ありがとうございます。